こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのは、キーボッツよりバニングバーンとフレームペガサスです。それでは見ていきましょう。もう2体をレビューしていきます。まずはこっちのバニングバーンから見ていきましょう。バニングバーンの見た目はこういう感じになっております。どうでしょうか。めちゃくちゃかっこよくないですか。これがキーボッツが2年目に入って、新しくなった時の新しい主人公ですね。うん、でちなみに1年目の主人公がこちら G クラッドっていうんですけど、もうちょっとね若干まあ似てる箇所もあるんですけど、もう全然違いますよね、うん、まず G クラッドがこの鋼属性なんですけど、バニングバーンはもう見た目通り炎属性になっております。いやめちゃくちゃねかっこいいんですよ。でも、まあ、もちろん可動、はい、こういう感じで腕がこう動いたりとか足ですね、こういう風に動いたりとか、まあ、可動はね、まあ、いつも通りって感じなんですけど、めちゃくちゃね1年目に比べると進化してる点がね多数存在するわけですよ。まず自分がね押したいのはここですね。手にね武器を持たせることができるんですよ。これめちゃくちゃねやってほしかった。うん、いやなんでかっていうと、武器ほらG クラッドだとこれ持たせられないんですよ。穴開いてるけど。うん。武器って結果的にこう余剰になっちゃうんですよ。うん。まあ、そのお話的に、まあ、主人公の男の子が持ってるから、うん。まあ、この、ね、バニングバーンとかは絶対持たないので、武器を。うん。だから、こう、持つ仕様にしなくて当たり前なんですけど、いや、これやっぱ余剰になっちゃうから持たせておきたいんだよね。うん。っていうので今回これ持たせられるのめちゃくちゃ嬉しいですね。はい。そしてさらにもう一つ、こちらこの武器をここに収納させることができるエンブレムシールドっていうシールドが新しくできました。うん、こういう感じでここにこうはめるんですよね。うん、まあでもこれ、まあ、持たせられるっちゃ持たせられるんですけど、特に、うん、必要ないかなっていう風に個人的には思いますね。うん、はい。で、まあ、あとは、すごいのが、ここ、背中、見てほしいんですけど、こうなってるんですよ、この、コアの部分が。はい。J クラッドだとこういう風になってるんですよ。このつまみがついてるだけ。うん。っていう風になってるんですけど、ここにこのジョイントがあることによってさらにこう拡張性のある遊びができるようになっております。めちゃくちゃすごいよこれは。そしてロックブレイクやっていきましょう。ロックブレイク、はい、ロックブレイクしました。でいつもだったらもうこうやってねカチカチってこうやってまたこう戻したりして遊ぶとか、まあちょっとなんか変な感じでこうね変えたりして遊ぶみたいなね遊び方でした。あとは他のと合体させたりとかっていうね感じだったんですけど、今回のバニングバーンはねちょっと一味違うんですよ。なんとねこちら、はい、こうやってつけることができます。そしてこの肩のこれもねこうやってね外して取り付けることができるんですよ。めちゃくちゃかっこよくない？この炎みたいな。でさらにこれをこのようにして手と足をつけることができる。そして、はい、G クラッドを取り付けるとこれでバニングバーンバーストモードになります。どうですか？すごくないですか？この単体で2つの変形をこなすっていう革命ですよこれは。もう、うん、めちゃくちゃすごいね。うん、でこのパーツにまたこのジョイントがあることによっていろんな拡張性がまたね生まれてくるっていう、すごいねこれは。もう本当にすごすぎる。めちゃくちゃかっこいいしね、こうやってまたこう持たせたりしてね。うん、いいですよね。はい、っていうのがバニングバーンになります。そしてもう一体フレームペガサスですね。はい、フレームペガサスの見た目こういう感じになっております。どうでしょうか。うん、なんかこうずんぐりっていうか太い感じしますよね、足とかが。でこれもね
このパーツ面白いよね。うん、このパーツがこのコアではないんだけど、コアみたいな役割を果たしてるっていう、うん、面白いパーツになってます。そしてこれもロックブレイクしていきましょう。ロックブレイク、はい、ロックブレイクしました。なんとこれもう一つのモードがあるんですよ。さっきのバニングバーン同様ね、このように足を付け替えてこのようにします。ここにコアをはめる。そしてこの手ですね、これをこのように変形させてカチッとつける。反対側もこのようにして取り付ける。で尻尾をつけて、で羽を取り付けて、そして最後この顔ですね、顔だった部分を取り付けて、はい、このように起こすと、なんとフレームペガサスナイトモードになります。どうでしょうか、どうでしょうか。これめちゃくちゃ無理あるよねこれ。うん、いや、なんかこの足のこのめっちゃガニ股感もそうだけど、この手のこのなんかこうやってる感じこの手なんだって思いますよね。うん、まあしっかりとこう顔が出てくるのはまあいいですけど、うん、なんかちょっとプロポーション的にめちゃくちゃ無理ある変形になってますね。うん、まあしょうがないですけど、うん、まあでもこれね、これだけじゃないんですよ。なんとさっきのバニングバーンと合体させることができるんですよ。なんとね、うん、すごくないですか。もう合体っていう域まで来てしまってるんですよね。はい、これでバニングフレームアームドになります。どうでしょうか。合体ってやばいですよね。うん、めっちゃこの下駄っていうのがもう合体をもう表してますよね。めちゃくちゃかっこいい。うん、でしっかりと肩にもボリュームが出て、後ろに羽も出て、で武器を持ってるっていう、めちゃくちゃかっこいいですよね。でもう一つあるんですよ、これだけじゃない。個人的にはもう一つの合体の方が好きですね。やっていきましょう。これでジャンボナックルバニングになります。どうでしょうか。いや、これマジでかっこいいと思うんだけど、かっこよすぎない？このジャンボナックル最高でしょ。で後ろに羽もついてるしさ、何これ、マジでかっこよすぎるんだけど。このグローブっていいよね、武器として。グローブ、うん、めちゃくちゃ好きだね。まあこの余剰があるので、なんかこうどっかにこうつけたりとかしてもいいですね。こうやってつけたりして、はい、もいいと思います。結構ね、余剰はあるんですよ、これとこれですね。うん、まあね、余剰は出てしまいますよね。まあこういう感じで無理やりですけど、余剰なしで合体させることもできますね。いや、すごい、本当に。うん、2年目になってここまで進化するっていうのはもうめちゃくちゃすごいなと思いますね。うん、いやー、3年目も行ってほしかったって感じですね。もうどんどん続いてほしかった、キーボッツには頑張ってほしかったですね。うん、いや、こんなかっこいいさないでしょ。うん、このロックブレイクから派生させてここまでさ合体ロボを作るっていうのはすごいと思いますね。うん、いや、いろいろ食玩とかもあったりしたんですけどね。うん、はい、こういう感じになっております。ということで、今回のこのバニングバーン&フレームペガサス、いいなと思った方、手に取ってみてはいかがでしょうか。マジですごいんですよ。さらにこの風属性のこれもね、さらに合体するんですよ。それはまた、はい、違う次の機会にやりたいと思います。ということで、
今回の動画いいなと思った方、続き見たいなと思った方、ぜひチャンネル登録や高評価、Twitter のフォローよろしくお願いします。 Twitter は概要欄に貼ってるのでぜひ見てみてください。あとこれですね、はい、っていうので今回の動画以上になります。スタルケルでした。